ソロボーカリストコンテストシングシングシングセカンドシーズン。続いての挑戦者はこの方です。西松さんの声大好きです。いや、ありがとうございます。安らぐ感じの、はい、あのいい成分の声をお持ちですね。音楽っていいなっていうところをなんか気づかせてくれる声だと思いました。ありがとうございます。楽譜が読めなくて、たまたま口ずさんでて、そのままピアノの先生に歌やってみるって勧められたんで、そのまま歌続けてきました。歌歌ってる時が一番なんか表現できてるんで、なんか冷めてるって言われてるんですよ、よく。でも歌とか歌ってたら自然に笑ったりとか、悲しい歌やったら悲しくなったりっていうのがいけるんで、なんかそこが面白いなって思いました。歌やってて、今回はもう勝ち負けとか残れるとかじゃなくて、とにかく自分の思いを伝えて歌いたいと思います。そんな西松由紀子が歌うのは人とよ花水木。2004年リリース後125週連続チャートインのロングヒットを記録した人とようの代表曲。最初はすごく恥ずかしかったりコンプレックスだったんですけど、でも悲しい時とかに励ましてくれるのってやっぱり家族とか兄弟やと思うので、今日は兄弟の応援もあって、頑張って歌いたいと思います。聴いてください、花水木。続きますよ。
に選曲というところで意外だったなという、割となんかこう柔らかいけれども元気のいいあの声の印象だったんですけど、今日はまあ割とこう重い感じの歌唱法というか、なんかもう少しあのストレートに歌ってもよかったのかなという気はしますね。ファルセットと地声のバランスとか音程のこととかね、ちょっとツッコミどころはまあ満載っちゃ満載なんですよね。でもこの決勝ラウンドに望んでいるあなたの気持ちっていうのはこっちに伝わってくるというか、そこに妙にまた胸を打たれました。等身大のあなたが歌としてこっちに伝わってきたっていうところが、ある意味すがすがしかったというか、ありがとうございます。どうもありがとうございました。これで6名全ての歌唱が終了。この後運命の結果発表。